えー、今日はまあ何の話をしようかなと思ったんですけども、野毛藩事件について話そうと思います、えー。まずこちら地図見てもらうとですね、えー、黄色の部分が、えー、満州国でして、この満州国の、えー、上の方ですね、赤い丸をしてあるところが野毛藩で、ここが野毛藩事件の舞台になった場所ですね。で、まあ、この部分を拡大したのがこちらの地図ですね。 大きなまあ湖が2つほど見えますけども、この湖から川が流れてまして、これが春葉川ですね。で、この春葉川沿いにですね、まあ、国境線を敷いたのがまあ満州国ですね。まあ、これは日本の参謀本部に付属するですね、まあ、地籍測量部がですね、まあ、こ,のこういうふうに国境線を確定策定したんですね。 ただこのノモウハン、赤丸したるノモウハンのところの付近はですね、まあ、国境がまあ深くて、うん、曖昧だったんですね。と言いますのも、この隣の国が、まあえー、モンゴル人民共和国なんですけども、モンゴル人民共和国,共和国側ですね、このノモウハンの地域ですね、川を越えて、ハルハガを越えた内側までがモンゴル人民共和国ですよっていうふうに主張されてたんで、 この川を越えてですね、たびたびその、モンゴル軍騎兵がですね、中に外盲軍騎兵っていうんですけども、がですね、まあ、越境して侵入してきてたわけですね。まあ、越境してるっていうふうに認識してたのは、これ、満州国側でして、その、まあ、日本軍ですね、側でして、で、モンゴル自民共和国側にしたら、越境してるっていう気はないですよね。その、ハルハガを越えた部分までが自国の領土っていうふうに認識されてたんで、 当然普通の行動だとして、まあ、動いたわけですね。で、この、満州国の国境警備ですね、して担当したのがまあ23日なんですね。まあ、モンゴル軍も、モンゴル軍じゃなしに、その、満州軍も当然、まあ、こちら、その、ノモンハン付近に、監視所を設置して、その、満州国軍警備に当たってたんですけども、それとは別に、まあ、日本軍も駐屯してましたんで、国境周辺の警備ということで、 えー、24 23師団がですね、まあえー、警備についてました。で23師団はこの黄色の部分ですね、ここにハイラル市っていう、まあまあ、大きな町がありますんで、まあ、ここに駐屯したんですけども、たびたびモンゴル人民共和国の騎、まあ、兵がですね、そのハルハガを越境して入ってくるもんで、まあ、しばしばその、えー、満州国軍警備隊ですね、とですね、 まあ日本軍の部隊、えー、とかですとかですね、その度々まあ、まあいざこざ揉め事ですね、お互い打ち合いになったりすることがまあしばしばあったようですね。えー、モンゴル軍がまあ度々、えー、ノモンハン付近にまあ出没すると、ハルハ川を溶かしてですね、まあ、領土侵犯してきますもんで、まあこれに日本軍がまあどう対応するべきかっていう要綱をですね、まあ、関東軍の方で作成したんですね。 まあそれが、満、え、万、ー、国境紛争処理要項というものでして、で、まあ、この要項の、えー、基案ですね、まあ、作戦を立案したのがですね、えー、関東軍参謀部、えー、作戦第一課の、えー、辻正信、この時、少佐ですね、が、まあえー、作戦したんですね。で、内容がどういうものだったかと言いますと、えー、まあ、こういう内容だったと。えーえー、ソ連軍がですね、まあ、外蒙軍、モンゴル軍がですね、 入ってきた場合の対応はですね、まあ、断固徹底的に要聴することによりてのみ、えー、事件の頻発または拡大,、えー、拡大を防止し得るってことでして、で、傭、ま、聴、あ、ってあまりまあ最近こういう ことは使わないですけども、まあ、これ、聖伐して懲らしめるってことですね。まあ、まあ、最近で言えばですね、まあ、尖閣諸島がいい例ですよね。まあ、日本側と、まあ、中国側で、まあ、主張する国境線が違うもんで、まあ、領解が違うもんで、たびたび、まあ、中国のえ軍艦ですね、侵入してくるんで、まあ、まあ、ネットのコメントを見てたらですね、こう、叩き潰せみたいなコメントがありますけども、まあ、そういう意味ですよね。 まあ、徹底的に懲らしめるってことです。聖罰して懲らしめるってことですから。まあ、今のネトの意見とよく似たようなことですよね。<laughs> では、まあ、この時代はまあ、そういう考え方がまあ、良しとされたんで、まあ、徹底的にまあ、これを要聴し、まあ、聖罰してですね、ソ連軍をですね、えー、修復せしめ、その野望を初動において封殺、えー、破砕するってことですね。まあ、ソ連軍が入ってきた場合は、 修復っていうのは、まあ、恐れ、比例不させるってことですね。恐れ、比例不させて、まあ、野望を所蔵において、もう破壊してしまうと。で、まあ、この、ソマン国境紛争要項っていうのは、ね、これ、まあ、まあ、関東軍全体にですね、まあ、行き渡ったもので、まあ、23師団にもこの処理要項が適用されたわけですね。ですので、まあ、23師団に対してですね、まあ、国境線が明確でない地点では、えー、この下の文章ですけども、 軍や独立師団レベルの地域防衛司令官は、だから23師団長。まあ、この場合23師団というのはまあ小松原道太郎、えーえー、中将ですね。がまあ指揮をとってましたんで、まあ、この防衛司令官はですね、自主的に国境線を認定して、これを大戦部隊に明示し、えー、行動を速やかに関東軍に報告しなければならないというふうにありますね。 まあ内容の具体的な内容はまあ第7項にもあるんですけども、まあ、断固として積極果敢に行動し、その結果発生すべき事態の収拾処理に関しては、上級司令部に審意し、まあ、頼るということですね。審意って、こんなことはもう今使わないですけども、審、まあ、意っていうのは頼るという意味なんで、 まあ関東軍上級司令部に頼り、意を休んじて、ただ第一線現場における必勝に専念し、万事を期すまあややこしい文章ですね、昔の人の文章っていうのは。えー、まあ、要するに下の文章で、えー、簡単に訳すと、まあ、日本軍部隊は国境の位置や兵力の高にかかわらずですね、まあ勝利まで戦わなければならないよっていうことですね。 ですから、まあ、そのモハン付近に入ってきたですね、ソ、ま、連、あ、軍あるいは外務兵に対しては、まあ、これを徹底的に叩き潰すことを、まあ、現地軍に命令したわけですね。で、まあ、この文書自体がですね、まあ、関東軍が勝手に作ったものでして、まあ、さっき言いましたように、えー、辻正信さんがまあそういう文書を作って提出して、まあ、結果その結果、ですね、モハン事件が勃発したってことなんですけども。 まあそれがただ単に辻政信のです、ね、独断選考だったとっいうわけではどうやらないみたいですね。というのはこの文書自体はですね、えー、作戦命令ですよね、これは当然東京の参謀本部ですね、一番上ですね、上の上、参謀本部に送られて、でそれで最下ですね、下ってのことになるんで、でしばらくは黙認放置したみたいですね。 この規案が東京に送られたんですけども、作戦命令こういうのを作りましたよって送られたんですけども、まあ、何も言わなかったみたいですね、参謀本部自体は。で、その間に、まあ、えー、いろいろ問題が起こっていくわけなんですけれども、でまあ、この図を見てもらったらわかるんですけども、まあ、えー、辻参謀はですね、まあ、これ、関東軍の、まあ、作戦家の参謀だったって人ですね、この水色のところですね、がまあ関東軍で、でまあ、参謀本部、これはまあ、東京にありますけども、 まあここが、まあ、あれですね。まあ、ここ書いてありますよう、ね、に、戦争計画のまあ立案でありますとか、まあ、教育訓練、運用ですね。で、大演習等の、まあ、指示でありますとか、まあ、軍隊の移動、で、作戦用無礼の編集等です。を、まあ、なっておりまして。で、その、ここに、まあ、その、こういうふうな、まあ、処理用語を作りましたよって送ったけれども、まあ、しばらくの間、返事はなかったですね。 まあ先ほど言いましたけども、まあ、辻参謀がですね、まあ、基本的にはこのどうやらですね参謀本部の意を組んでですね、えー、気持ちを組んで、まあ、国境紛争処理要項をまあどうやら作ったんじゃないのかなという感じなんですよね。まあ、この参謀本部の中にですね、先ほど言いましたようにですね、えー、地席測量部があるんですね。まあ、地席測量部以外にまあ総務部とかある,あるいはですね、 第1部作戦、第2部情報、第3部が運輸、通信で、第4部が戦士の編集ですね。戦士部があって、陸軍大学校があって、その中の最後に地籍測量部があるんですね。写真が地籍測量部の建物なんですけども。ここがですね、先ほど言いましたように野茂藩に地籍測量に行って、春葉川を国境線にしましょう。 まあこれは、新朝時代のですね、新王朝の時代のまあ地図などをまあ参考にして、またあるいは現地移民がですね、春葉川のこの春葉っていうのが、大体え国境を意味するまあえ意味だったんで、これがまあ国境線だろうっていうことをになりまして、策定したんですね。まあ、これがですね、現地ではいろいろ相違があるんですよね。まあ、今で言ったまあ竹島問題とかで言ったら方がわかりやすいんじゃないですかね。 まあ日本側の主張とその韓国側の主張が違いますよね。まあ尖閣もそうなんですけど、向こうには向こうの言い分があるんで、まあまあ泥仕合ですね。水かけ論にまあなってしまうんですけどねで。まあ日本側はまあこの春葉川をまあ国境にしたが、まあ、目印としてはまあわかりやすいですよね。そのただの平原ですので、平原の中に国境線を引くよりも、 ハルハ川という川を国境線にした方がです、ね、もうが分かりやすいといで、さっきの話に戻りますと、そのえーあれですね、参謀本部の総務部,です、ね、総務部からその関東軍に対してです、ね、まあ、このハルハ川をうまく国境線にしてくださいよという、まあ、指示があったと。 で、あるいはですね、えー、陸軍省からですね、の、のえー、軍務局からですね、まあ、ここは、ま、陸軍省っていうのは、えー、陸軍と、ま、議会の連絡を、ま、る、ま、機関なんですけど、一番上が、ま、陸軍大臣ですね、から、ま、始まるんですけども、まあ、その中に法務局、まあ、医務局、あるいは経理局、兵器局、で、まあ、軍務局っていうのがあるんですけども、その軍務局からですね、まあ、 え関東軍に対してですね、まルハガーをまあ公共戦にしてくださいよっていう風うなまあ連絡がありましたんで、まあ、そういった、まあまあ、指示に、辻参謀がですね、まあ、答える形で、意をくんでですね、まあ、そういう作戦、えー、要項をです、ねまあ、作ったんじゃないのかなということなんですね。だからまあ辻参謀が勝手にその中央の意見を無視して、ですね、まあ、処理要項を作ったっていうことはどうやらないと。 こういう中央の意見をまあ反映した形でまあ作ったんじゃないのかなってことですねで。で、23師団の内訳なんですけども、小松原道太郎中将、まあ、えー、ソ連でのですね、まあ、駐在武官としてのまあ経験がある方なんですけども、まあ、実勢経験は乏しい方でした。で、まあ、この方が師団長としていまして、で、えー、3つの歩兵連隊から構成されてますね、主要なものとして。 でも本当はですね、まあ、4つの歩兵連隊を持つのが1個師団のまあ機関になるんですけれども、まあ、23師団は1938年に創設された新しい師団でして、まあ、そのため3つの師団なんですね。要するにま人員が足りないんですね。でまあ1個の歩兵、えー、連隊のです、ね、兵力はだいたい3800名程度ですので、 ま、これらで合計しますと、3つの3個連帯で、だいたい1万1600名程度の、ま、数になるのかなということですね。で、ま、歩兵士団には捜索隊が付属しますので、この、こちらの場合はした、あず中、中佐の、内訳220名ですね。まあ、走行車1個中隊と、騎兵中隊1個を所有してまして、内訳としては、軽走行車が1、で、乗用車が2台。 で、トラックを12台所有していました。また、この他に公平連隊、23連隊が付属しまして、えー、だいたい2個中隊ですね。で、市長兵、あるいは、えー、野砲兵連隊が付属しますね。野砲兵連隊も1個連隊が付属するというのが、まあ、基本となりますね。まあ、歩兵連隊の数が何人だったかっていうのはちょっとよくわからないですけども、一応3個連隊ですね。 7 5ミリヤ砲を持った3個連帯と1 2ンチ榴弾砲が12本持っていたようですねあ失礼しました連帯ではなく大体3個大体の間違いです連帯だったらすごい数になってしまう失礼しましたでこの7 5ミリヤホーっていうのがまあくせ者でしてこれが三8式でして、えー、明治38年に作られた、えーとまあ、フランス製でしたかね、まあ、模造品かなんかなんですよね の、まあ、ヤホーでして、こちらが、ええー、まあ、画像の写真の通りですね。非常に古くて旧式的なものだったんで、まあ、新しいものが欲しいというふうにみんな思ってみたい,いたみたいですね。23師団の人たちは。のこの、あと、あずま捜索隊が持っていた装甲、まあ、車っていうのは、まあ、この94式装甲車だっただ、だったんじゃないのかなと。まあ、94式装甲車っていうのは、まあ、基本的には弾薬補給が、まあ、メインで、まあ、戦闘車両とは言い難いんですけども、 まあ中国戦線でも広く使用されてますよね。まあ、相手が戦車とか持ってない場合に関してはですね、まあ、まあ、機銃でですね、機関銃がついてますんで、まあ、それで対応できるんでしょうけれども、まあ、力ですよね。と、まあ、あとはですね、満州軍の機兵がですね、付属しまして、まあ、大体、その、23師団だけで1万3000名いたんじゃないのかなっていうことですね。大体それぐらいの兵力を持っていたとされてますね。 でこの兵力が、ね、先ほど言いましたようにソマン国境処理要項に従って、えー、入ってきたモンゴル軍に対してですねまず初めにその東捜索隊がですね出動しましてこれをまああの撃滅するためにですね入ってきた部隊を撃滅するというふうに処理要項で決めてましたんで出動、えー、ハイラルから出動して、えー、ノモンハに向かったわけですねでここから先の話というのはちょっと長くまたなってしまうので。 今回はここまでということにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。